皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。ゆっくりマリサだぜ。マリサ、何をそんなに真剣な眼差しでテレビを見ているの？巷で話題になっている受け子とかだし子のアルバイトって、どうやったら応募できるのかと考えていたんだぜ。すごいことを考えているのね、犯罪に加担するつもり。そういうことではないぜ。そしてもちろん自分がやりたいわけでもない。どうやってそんな仕事にたどり着くのかが疑問であったんだよな。確かにあのような仕事は、世間で売られているようなバイト情報誌には載っていないわね。ネットの闇サイトや知人からの紹介が多いと言われているわね。そうだな、情報誌に載っていたら大問題だな。ネットのサイトなんかでも受け子、出し子募集なんて言い方ではされずに、気がついたら犯罪に加担していたなんてこともありそうだから要注意なんだぜ。今も昔もその時代を反映するかのような闇バイトというのは数多く存在したわ。昔は銀行 ATM なんてものもなかったから、出し子や受け子なんてものはなかったかもしれないが、昭和の時代にも何らかの怪しいバイトがあったということだな。そうね、中には未だに静かに行われているものもあるかもしれないわね。じゃあ今日は現代とは違う、昔の闇バイトについて見ていきたいと思うわよ。それは楽しみなんだぜ。しっかり頼むぜ。それではゆっくりしていってねー。まずはじめに紹介したいのが、昔から最も多く言われている闇バイトの王道といえばマグロ漁船ね。確かにこれは最近はめっきり聞かなくなったが昔は借金が多い人は冗談で、俺もそろそろマグロ漁船に乗らないといけなくなるなと言っていた気がするんだぜ。あの職業って本当に存在するのか。マグロを取る漁師さんはもちろん存在するし、マグロ漁船があるのも間違いないけど、借金を肩にマグロ漁船に乗せられるというのは、半分本当で半分都市伝説のようなものであるわね。まあ闇バイトだからな。世間に確実な情報として存在したらそれは普通の求人と同じだからな。都市伝説だとしてもどんなものであったんだ。基本的には普通の消費者金融ではなく、暴力団やそれらの人たちが関係する怪しい高金利の業者から借金してしまった人たちが返済不能となり、1年ほどかけてマグロ漁船に乗せられるというものであったわ。やはりドラマでもあるような暴力団関係になるのだな。そして長期間にわたる海の上での生活、漁を続ける過酷な環境に置かれることになるわね。それでズブの素人がそんなマグロ漁船に乗って、一体いくらもらえるというんだ。年収にして1000万以上得られると言われていたわ。当時でその金額であったら現在の価値ではその 1.5 倍と考えてもおかしくないわね。なので暴力団に乗せられるわけでもなく、自ら志願して乗った人も多いと思われるわね。その金額であったらかなり良いよな。でもそこから借金を支払い、なんだかんだピンハネされそうでもあるよな。確かにそうね。そしてそのようなところで借金を作るような人がマグロ漁船の過酷な労働に耐えられるとは思えないし、使い物にならないでしょうね。ということはやはり都市伝説となるのかな。実際には男だったらマグロ漁船以外にも土木作業員、女性だったら風俗店などで、労働者を長期間タコ部屋と呼ばれる部屋に監禁、強制的な肉体労働を強いることをさせたとも言われるわね。しかしいずれも真偽は不明、実話であるかも定かではないわね。マグロ漁船も土木作業員も風俗場も実際に存在するが、その経緯は謎だもんな。闇バイトとして作業している人ももしかしたらいるかもしれないな。それでは次に紹介するのが、これは実際にいたと思われるものとしてパチンコ屋の打ち子と呼ばれるものね。それもなんか噂で聞いたことがあるな。そうね、これもマグロ漁船同様に巷ではかなり噂になった闇バイトではあるわね。でもこれが本当に実在するとしたらマグロ漁船よりはかなり楽ではないか。確かにそうね、ただ契約によっては開店から閉店まで売っていないといけないということでかなり過酷さもあるわね。パチンコ好きなら面白いのではないか。いや、そうでもないわ。出るとわかっている台で遊戯しても面白くないそうよ。大当たりした時のリアクションも微妙であったようね。そういうことだな。それに玉を出したとしても給料はピンハネされるわけだろ。これは店側が雇っているのか。これは店側が雇うと違法になるわ。データを取って店とは関係のないところで、
個人が個人に対して代わりに売ってもらうのは大丈夫だけどね。そういうことだな。でも店側が雇うということもあるのか。あるわね。うち子が玉を出してもバイト代として払うけど、出玉に対してはいくら出してもまた店に戻ってくるからね。店側がグルだとしたら設定の良い台に座らせるということだよな。そうね、しかし関係者の人から聞いた話では設定が良いからといっても必ず 100% 出るわけでもないわ。遠隔操作という方法は確実に出るんだけどね。そうなんだな、設定が良ければ必ず出ると思っていたわ。遠隔であったらこれはもうバッチリ違法な感じはしてしまうな。あとパチンコの会社とは関係ないところで、店長レベルが知り合いなどに設定の良い台を教えて、懐に利益を入れていたという話もあるわね。これは個人レベルで行う悪事のようなものだな。そのようなことを考えるとこのうち子というバイトは確実に存在してそうではあるな。それでは次に紹介したいのが売血という闇バイトね。これは読んで字のごとく血を売るということでよかったのか。そういうことね。日本では1950年代から1960年代半ばまで輸血用血液の大部分を民間血液銀行が供給しており、その原料は売血で賄われていたわ。すなわち自らの血液を有償で採血させることができたということね。そもそもこの売血が始まるきっかけのようなものは何なんだ。日本の大蔵官僚、政治家である浜口を幸が1930年に暴漢に銃撃された際、輸血によって一命を取り留めたことから一般に輸血治療が知られるようになったわ。そして、全国に輸血のための血液を売る商売が出現したというのが始まりとされているわね。なるほど、輸血治療の始まりがきっかけであったんだな。それで一体いくらぐらいもらえるんだ。1964年の新聞記事によると、400cc で1200円ぐらいみたいよ。一回でこれぐらいだし、当時の価格でもあるからかなりの高額バイトではあるわよね。そういうことだな。今の価値で考えたら日当に相当する額だよな。これは1951年に日本ブラッドバンクによって開業された血液銀行というものが始まりで、当時手術に必要な血液は患者個人が高額で買うものであったわ。血液銀行。すごいネーミングだな。血を預けていたということか。そういうことね。あらかじめ健康な時に血液を預けておき、本人や家族などに輸血が必要となった時に払い戻しを受ける方法であるわ。輸血すると、輸血証書が血液銀行から発行され、これは他人に譲渡することができたため、手術などで輸血が必要であるにもかかわらず供血者を確保できない場合に、輸血証書を買い求める患者の友人や家族が現れ売買が成立したわ。このような事情から血を売ってバイトにする人がいたということだな。これは闇バイトというよりは割と一般に知れ渡ったバイトであったということだな。昔は売血者のほとんどが所得の低い肉体労働者であったわ。この層ではヒロポンなどの静脈注射が蔓延しており、注射針の使い回しなどによるウイルス性肝炎の感染が広がっていたわ。血液を買い取る血液銀行と売血者双方のモラルは低く、加えて売血者集めは暴力団の資金源でもあったのよ。何でも暴力団が絡んでくるし、かなりの貧困ビジネスではあるな。昔から言われるのは、暴力団が絡んできたらビジネスとしては本物であるなんて言われているわね。今現在の出し子や受け子なども反社の人たちの介入があるもんな。反社が介入してきたらトレンドビジネスであるということだな。しかし1962年には、高校生や大学生を中心とした売血追放運動が各地で起こり、黄色い血追放キャンペーンが行われたわ。なんだその黄色い血追放キャンペーンというのは、金銭を得るために過度の売血を繰り返していた人たちの血液には、黄色い血との俗称がついたわ。黄色は肝炎の症状である黄疸、また血小自体の色が黄色であることから、赤血球数が回復しない短期間で再び売血することにより、その血液が黄色く見えたことに由来するわよ。日本のモンキービジネスということでその名がついたかと思ったんだぜ。それでこの売血というのは終焉を迎えるわけか。1964年以降売血は急速に減り、
1968年には梅血由来の輸血用血液の製造が終了したわ。そして1974年には梅血から献血に変わっているわね。今の献血は健全に行われ、金銭ではなく飲料やドリンクバーの無料提供などで賄われているよな。それでは次に紹介したいのが桜ね。これは今でも確実に存在し、ネット上での出会い系サイトでは特定はできないけど絶対にいるよな。ネットがない昔はどんな桜が存在したんだ。大昔で言えば縁日の露天商や普通のお店に桜が存在して、お客の購買意欲を高めようとしていたけど、今の出会い系の桜の先駆けとなったのは、1980年代にブームとなったテレクラでの桜ではないかしらね。確かにネットがないとなると電話だよな。テレクラもかなり桜がいそうだよな。街頭のティッシュ配りや公衆電話の張り紙に、テレクラの桜とは書かないけど、アルバイトの求人はあったわね。なかなか堂々としている闇バイトだよな。桜がいるとしても電話してしまうのが男の性というものだな。今では結婚披露宴などに呼ばれる、友達がいない新郎新婦のための桜なんかもいるぐらい、このバイトに関しては多様性を深めているわね。それはすごいバイトだな。桜を使ってでも友達の補填をしたいわけだな。そう考えるとこの桜という闇バイトも人の役に立つこともあるわけだな。人の役に立つというつながりでいくのであれば、夜逃げ屋という闇バイトもあったわね。昔の映画に夜逃げ屋本舗というものがあった気がするのだが、本当に存在したのかそんなものが。最近ではあまりないかもしれないけど、昔は夜逃げという行為自体は割とあり、夜逃げ屋も実際に存在したわ。そして実際に私も夜逃げした人を二人ほど知っているわ。え、そうなのか。どういう状況で夜逃げなんてするんだ。一番多いのは借金や家賃が払えなくて夜逃げをする人が多いわね。霊夢の知っている人も借金のせいで夜逃げをしたのか。そうね、その人は飲食店の経営者だったけど借金がかさみすべての支払いができなくなったので夜逃げを敢行したわね。米屋の親父とは仲が良かったから米屋には夜逃げをしてからもちゃんと支払いをしたらしいわ。そういうこぼれ話もあるんだな。あとは彼氏や夫からの DV 被害で、夜逃げするパターンというのはよくあるらしいわね。そうなんだな。そう考えると夜逃げ屋もそれなりに需要がありそうだな。そうね、夜逃げ屋と言っているけど彼氏や夫に会わない時間だから、もしかしたら昼間のが多いかもしれないけどね。そして家財道具などを持って結婚する夜逃げもあれば、最低限必要な身の回りのものだけを持って結婚する夜逃げもあるわね。それによって料金体系も変わってきそうだな。夜逃げ屋自体は儲かるのだろうか。日本で唯一の夜逃げを扱った運送会社があり、大阪と横浜で開業されたけど2002年には7000万円の負債により閉鎖しているそうよ。そうなんだな。夜逃げするぐらいの人が夜逃げ屋に支払いができるとは思えないしな。あとは新しい住居に住民票を移すと、これを元に居所を知られてしまうので、夜逃げをした後は住民票を移すことが事実上難しくなるわ。さらに就職、教育、行政サービスを含め、通常の生活を営むことが極めて困難となり、債権者側は債権の消滅時効である10年が経過する前に、民事訴訟などで時効を中断することができるので、時効で債務が消滅することを期待するのは難しいわね。じゃあ夜逃げなんてしない方が良いということか。人の考え方によるけど、先々を賢明に考えるなら多重債務者の場合、夜逃げではなく自己破産などの法的整理を行うことが結果的には望ましいと言えるわね。なるほど、そういうことだな。でも夜逃げ屋というのは引っ越し屋と同じように存在し、闇バイト的な感じで仕事をした人もいるということだな。需要や運営店舗が少ない分、夜逃げ屋に関してはバイトをしたことがある人はかなりレアだとは思うけどね。ということで本日は闇バイトを5つほど見てきたけどいかがだったかしら。マリサがしたくなるような闇バイトはあったかな。したいと思ったものは一つもないな。特にマグロ漁船と夜逃げ屋は肉体労働だし、普通に働いた方が楽で楽しそうなんだぜ。そうね、今ある出し子や受け子などの闇バイトもやることは簡単かもしれないけど、後ろめたい気持ちはもちろんあるし、かなりハイリスクであるわね。
そしてそういう人間がお金を手にしたところで幸せにはならないと思うわ。確かにそうだな。真面目に働くのが一番なんだぜ。皆さんも巷で噂の闇バイトについて知っている情報や実は経験したことがあるというものがあればぜひ教えてください。それでは今日はこれで終わります。皆様ご視聴ありがとうございます。